私、東大の鈴木が、多層ミックスデータベースという DB キロということで、宣伝させていただきたいというふうに、思っています。で、人の多層ミックスデータということで、人の、培養細胞だとか、まあ、検体についての、多層ミックスをまたいだようなデータベースを、作ろうということで、始まりました。で、URL ですけど、柏エンサイクロベリア for Researchers of Omics Analysis ということで、kero.hgc.jp ということで、こういうホームページを、作っております。で、何ができるかっていうことですけれども、ありてに言いまして、最近、欧米のデータベースって非常に重、まあ、先ほどの、黒川先生もおっしゃってましたように、規模が非常に、複雑、大きくなって、内容も非常に多岐にわたってデータが集積されていると。で、欧米のデータベース、非常に充実してきているところもありまして、人のこのマルチオミックスに関しますと、まあ、NCBI とか、エンコールだとかに行けば大体のことはこと足りるというのが、まあ、正直なところにない、気がします。その中で、私たちは、まあ、そこでだと埋もれてしまっているとか、あまりフィーチャーされていない、あるいはまだ出てきていないっていうような、ことに、事象に、フォーカスを当てて、こう、データベース化できればというふうに、思っている、ところで、あります。それで、具体的にはなんですけれども、いくつか、まあ、これだけではないかもしれないんですけれども、用意してきたのは、まず日本人の、正常の、組織の、オミックスデータ、これ数はあんまり多くないんですけれども、IHEC のデータで、集めたものが、ございます。で、これ、IHEC のデータベースに行っても落ちてるんですけれども、なかなかこれだけを、抜いてくるっていうのは埋もれててわからないということもありますので、まあ、この DB ケロっていうところで、こう、せっかく日本の、その、まあ、公的資金で、作ったということで、まあ、60、70件しかないかもしれないんですけれども、まあ、IHEC の日本チームが作成した、標準的な日本人の正常検体のものがブラウズできるであるとか、これも GBAS 世界的にはもっと大きな規模あるかもしれないですけれども、徳永先生のグループが、日本人の、ゲノム多形を収載されたような、そのデータをこ うまく、こう使うだとか、あとは、これ後でも出てきますけれども、先進ゲノム支援っていうので、小原、遺伝研の小原先生が中心になってやられている、まあ、いろんな、その日本の、プロジェクトを、こう支援させていただくっていうのも、これも10年ぐらいになりまして、多くの採択、案件をやっておりますので、これを、実際国内にどういうことをやってる人がいて、どういうデータが出てきてるのかっていうのを、まあ、一目で見ていただけるというようなことが一つ。国内で生産されたデータを、まあ、人、マウスのマルチオミクスのデータを、ここに行くと、まあ、一目で見れるというものを、目指しているということに、なります。っていうのが一つ目。あと二つ目ですけれども、培養細胞実験、二つ目と三つ目は、実験系の方に、寄り添ったようなデータベース。まあ、世界の全部のデータを舐めて、こう、横断的に何かを導き出すっていうよりは、明日の実験どうしましょうみたいな、資源ができるといいなっていうふうに、思ってます。で、具体的には、まあ、例えば、いろんな実験するのに細胞、培養細胞を使おうっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ありてに言って培養細胞の方が倫理の、問題がなくて、効果しやすいっていうところもあるのも事実ですけれども、例えば、日本人由来の、このセルラインみたいなのに特にフォーカスを当てまして、もちろんエンコード CCLE にも、こちらノンジャパニーズっていうのは、これの、5倍、10倍のものがあったりしますけれども、まあ、こういうのにフィーチャーして、例えば、ゲノム、その細胞の、ゲノム、エピゲノム、トランスクリプトームっていうのがそれぞれにどうなっているのか。具体的には、これがん、肺がんの細胞を例に出してますけれども、どういうドライバーの変異をどの細胞が、持っているのか。あるいは、そのがんが低分化型なのか、高分化型なのか、上皮型なのか、等々といった情報を、まあ、一目で、見れると、自分が実際にモデルにしようとしているのは、こういう培養細胞株なんだっていうのが、わかるというようなことを、考えているというような、ことに、なります。今の、比較的シンプルな枠組みにも聞こえるんですけども、その中でこう表現しなきゃいけないっていうような、項目も結構多岐にもうすでに渡ってきてしまってまして、例えば、日本人なのか、ワールドワイドなのか、ゲノムなのか、エピゲノムなのか、ガンなのか、正常なのか、あるいは、その他の情報っていうのを、これを組み合わせてこう検索させるっていうのが、なかなかこう、システムが複雑になりすぎて分かりにくいっていうのが自分たちでも、感じるところで、あります。それで、まあ、もう、しょうがないっていうんで、随所に、これ、私が日本語しかできないっていうのもあるので、この日本語だけになっちゃいますけれども、ビデオを随所に散りばめて、ここのブラウザーは、ここをクリックするとこんなのが出てきますっていうのを、徹底的にやって、例えば、まあ、これ、まあ、いろんな、各、それぞれの、そのブラウザーについての、説明を、したと。というのは、ことです。とにもかくにも一旦入ってもらって、とにもかくにもここのビデオを見てもらえれば、あとはそのクリックするだけではできるというような形には、なっている、ところで、あります。
で以上、2つですけれども、実は一番私として、これ、私たちがやらなければいけないミッションのど真ん中だと思っているのは、まだ出てきていないデータ、NCB や CCLE にも、エンコードにも、まだ十分にリプレゼントされていないデータが、じゃあ実際にどういうデータが出てくるんだということを、いち早く、やっぱり、一緒にこうデータをシェアして、こう悩んで、まあ、これからの実験をプランニングしていきたいということの、より後ろになるのがいいんじゃないかというふうに思っております。具体的には最近、つい先週ですけれども、シングルセルのデータとか空間トランスクリプトーム、あるいはナノポアでのロングリード、人の、ロングリードのデータを、公開、したり、しました。で、それを、ぜひ、手元で、見ていただきたいというような、ことで、あります。で、バックラウンドとしては、私たちデータ産生拠点もやってますので、そういうプラットフォームをいち早く使ってみせて、こう、なんか意味のあることをまあ、研究をサポートするっていうのが、我々の、ミッションそのものでも、あります。けれども、なかなか、こう、テクノロジータイムラグっていうと、まあ、悲しい言葉ですけれども、欧米に向けて、その実用みたいなのが遅れてるところもありますので、じゃあ実際に、論文では見るけど、どういうデータが出てくるのかっていうのが、いまいちピンときていないものに対して、もちろん、その、どういう手法なのかっていうのは、まあ、本書いたり、創設まとめたりするところでもありますし、実際には、その、ある程度、まあ、コンピューターが、あんまり、こう得意でない人に向けて、こう、ブラウザーとか検索システムみたいな形で、シングルセルでやると、こういう数字が出てくるんだよ、みたいなことを、こうブラウズして、実装するというのは非常に大切かと思いますけれども、例えばそのシングルセルのデータを入れて、T3、UMAP ですか、この、グラフを書くっていうのも、なかなか、計算機上でやるのは、データベースとしてやるのは難しいところもありますので、まあ、ブラウザーはなくても、とにもかくにも、まずはデータだけでもダウンロードしてもらおうっていうことを、ここ、半年ぐらいは、やってときました。このとにかく先ほどのチュートリアルに行っていただくか、あるいはそのデータだけとにかく見たいっていう場合には、データポータルに2500程度、セット程度にですけれども、日本の特徴のある、多層ミックスデータが、まあ、細胞感も多いんですけれども、落ちてますので、そこに行っていただいて、まずはカテゴリー検索していただいてクリックすると、データは、落ちてきます。比較的分かりやすい形で、例えばビッグウィグだとか、バムだとか、VCF だとかって形で落ちてきますので、むしろそれを入手していただいて、最近こういろんなツール良くなってますので、手元でブラウズしてもらう方が、例えばセルレンジャーみたいな形で、見ていただく方がかえっていいんじゃないか、まあ、少なくともやりますけれども、速攻的には、いいんじゃないかっていうような、ことで、まずこちらの方を、先行を、いたしました。で、あとは具体的には、そうは言ってもデータのプロセスをどうしていいかわからないっていうのも、まあ、これも毎日のように言われることですので、シングルセルの解析を例えば、その、なんですかね、ファストQファイルから、もうコピペで、いけるような標準的な、コマンドラインの、形式を紹介したようなホームページを作って、DB ケロで集裁されているデータを実際こう流すとこういう結果が出てきますよっていうような、形でこう、一緒に、そのプロセスしてもらうみたいな、ページも、作りました。で、さらには、シングルセルは逆に言うと、もうちょっと、まあ、多くの方はもう慣れてるかもしれないですけども、まあ、空間トランスクリプトも同じような形で、まあ、現在はマウスだけですけれども、これマウスの腎臓ですかね、人ので、あ、じゃあ、マウスのデータを、置いて、病理画像を置いて、具体的にはどういう形でデータのプロセスがいくんだっていうことを、まあ、紹介したいと、いうようなことを、思っているところで、あります。で、あと、ロングリードも似たような話でして、日本人の肺腺がんをとりあえず、20人分、置いてみました。で、これ、リンの問題があるので、ストラクチャルバリエーション、構造多形の VCF グラフっていう形で、個々の配列は、ではないですけども、例えばどういう形で構造異常が起こってるっていうのは、ここからダウンロードしていただいて、その手元でブラウザーがあれば再現していただくことが、できるという格好に、なっています。私の知る限りでは、多分、まとまって出てる、日本人の、その、がんの、SV の、初めの、ものに、なるということに、なる。だというふうに思います。けれども、これも実はパラメータの問題とかがあって、本当のことを言うと、いろんな、そのパラメータ依存的にブラウズしていただいたりする方がいいとは思うんですけれども、まあ、緊急避難的にこういうものを、作って、まずは、一緒に見ませんかと、言わないところです。で、特に複雑な、ストラクチャルバリエーションがありまして、そこの領域は特にフォーカスして、スポット的なブラウザーも、緊急的には、作ったりも、しても、一回一回のデータ、算成に、相当のお金がかかるということでもありますので、この、間もなく、1月8日から1月の28日の予定ですけれども、先進ゲノム支援の、公募が、開始されます。
で、これ採択されると、基本無償でデータ算成まで、お付き合いさせていただくという枠組みでもありますので、まあ、こんながデータが出てくると。で、例えば自分の研究に対して、空間トランスクリプトのデータを足せば、こういうふうに面白いことが分かるんだっていうのをデータを見ながら、それを予備検討と称して書いていただいたりしながら、より具体的に作案を練っていただいて、で、こういうところで採択されたものに関して、一緒にこのデータ算成、データプロセス、さらにはデータベース化みたいなことをやっていって、日本初のデータ算成の底上げみたいなところから、考えていければというふうに、思っている、ところで、あります。で、まあ、DB ケロンの使い方自体も、まあ、いろんな国内の創設を、使いまして、まあ、遺伝子医学なんか2号連続に出すことがありますけれども、まあ、紹介も、しています。何はともあれ、DB、ケロ、DB ケロで検索していただければ、まあ、最新のデータセットと、まあ、チュートリアルと、ダウンロードの、サイト。あと、逆に遅れてますけど、ブラウザー等。で、他にも、まあ、RDF 化等も進めてますので、ぜひ、一度、見ていただければというふうに、思います。で、ご質問等は、私の方、ヒューマンゲノムセンター .jp by 鈴木まで、お寄せいただければというふうに、思います。ご清聴ありがとうございました。